皆さんどうも、おはこんばんにちは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ってことで本日はですね、今週水曜日のアプデ解説をさせていただきます。どんな、ね、内容で来るかと楽しみにしていたところですが、来ましたね。新生ブライトン染め、特徴5つ持ちの三笘薫選手も登場しておりますので、まあ、イベントだとかね、細かいところも合わせて徹底的にね、皆様にお伝えしていこうと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ、まずですね、1つ目、本当に細かい部分ですがこちらになります。星5、星4以上、星3以上確定チケットスカウトのラインナップ更新のお知らせです。で、更新になるタイミングとしては12月4日ということで、来週のアップデートのタイミングですね。なんかもう12月なのかっていうね、あの月日の速さを感じておりますが、皆さん1週間後ですので、まあ、ぜひぜひね、ここの部分頭の片隅にだけ入れておいていただけたらなと思います。おそらく次回のアップデートでグッドチョイススカウトかなんかのね、ガチャが来て、その選手たちがラインナップに新しく追加されるんじゃないかなと個人的には思っております。で、今週のですね、忘れちゃいけないところの前に新しいちょっと細いとこ行きましょう。スキルのランクについてです。11月27日登場のマット・オライリー選手が所持しているスペシャルスカイフィードですね、ランク A スキルとしての登場だったがランク S に設定されていたとのことです。修正等は行わずそのままとさせていただきますっていうね、あの本当によくわからない放置系なんですが、まあまあいいでしょう、あんまり大きな差はないかなと思っております。これね、おもろいね。はい、行きましょう。さあ、そうしたらですね、今週の忘れてはいけないところ、まず一つ目いきましょう。 SWCC 第65回のエントリーでございます。今週1週間がエントリー期間になっていまして、来週本番ですので、まあ、忘れずにね、エントリーしていただきたいというところと、あとはですね、細かいところにはなりますが、まだまだチームできてないんだよねって方は連携線つないでいただいたりだとか、スキルのね、継承っていうところを漏れなくやっていただけたらと思います。細かい大会日程等に大きな変更はありませんので、次回のね、アップデートのタイミングで改めて触れていきたいと思います。で、今回もですね、SWCC の更新に合わせて2名の新選手が登場しています。スキル用の星5グルタ選手と、あとはですね、普通にスタメンでバリバリ使えちゃう星5ジェリー選手になってます。グルタ選手はストラグルタックルを所持しておりまして、ジェリー選手はハードマーカーアルゼンチンポゼッションセンターバックの選手になってます。まあ、両方いいね、両方いいですというか、ジェリー選手もう早速来ましたね、アルゼンチンのセンターバックです。で、あとはですね、プラチナ星5確定スカウトチケットのアナウンスもございますが、もう星5確定スカウトチケットスカウトに登場していたレジェンドも出ますよというところが改めて書かれているといったような形です。またね、ジェリー選手の性能に関しましても今週のどこかのタイミングで詳しく見ていきながら、普通にね、クリーンファイター持ってたりだとか、メインスキルもプレディクトということで、まあまあ使いやすい。タックル能力 SB、 パスカット SA、 マーク SS と守備能力も悪くない優秀な選手ですので、丁寧にね、解説させていただけたらと思っております。で、今週のメインの周回ポイントはこちらですね。新区の虹アクセサリー、スペインアクセ登場のワールドツアーヨーロッパイベントでございます。今回もですね、ノーマルミッション全コンプ報酬で 500GB がもらえたりですとか、あとはですね、最新虹アクセ、新区のアクセが登場しています。ここら辺ね、いいですね。今回も楽しみに見ていきましょう。で、まあ、アクセの前に改めてね、いつも通りツアイベのここまでは進めてくださいっていうところをご説明させていただくと、まず一つ目がノーマル 1-2 全ミッションコンプリートの 500GB になってます。で、次がですね、ハードモードの、個人的にはね、ここ取ってほしいな、限界突破練習5個と、あとは進化秘密練習の8つね。まあ、この2つ丁寧に取ると監督スカウトチケットも手に入りますから狙っていきましょう。
まあ、星4限界突破練習って何に使うのっていう話にはなるんですが、丁寧にね星4選手を限界突破してから売却すると、その分ね銀色のコインがたくさん手に入りますので、個人的にはめんどくさいかもしれないけどやっておくと限界突破が容易になる無課金の方向けのアクションになっております。で、まあ、いつも通りですねデイリーミッションも来ておりまして、特にねワールドツアーを1日10回プレイすると GB100 個と星4以上確定スカウトチケット、星3以上確定スカウトチケットがもらえますから、ここら辺はね、漏れなくプレイしていただきたい部分でございます。そして今回の一番のね、目玉が真紅の虹アクセでございます。いやいや、来ましたね。ゴールキーパーの最強アクセと言っても過言ではない内容です。上昇する意識効果としては、ロングパス、守備意識、飛び出し意識でございます。で、発動のスキルの発動率に関してはロングパス、セービング、飛び出しスキルの発動率がショーアップですね。まあコンボ効果もねさすがの二次アクセといったところで、ゴールの番人、セービングと飛び出し中アップとフィジカル20パワースピード中アップがございます。いやいやいいですね。ゴールキーパーの二次アクセ持ってないよねって方はですね、ぜひこの機会に限界突破のこのアクセを2個くらいずつは揃えてほしいかな。本当にねあの二次アクセは総合値も大きく底上げしてくれるので、周回する価値しかないですね。あとはボックススカウトでスペインの5選手が手に入りますというところです。まああえて言うならクバラシぐらいかな。ジェントラル持ってるんでね、クバラシ取っておいてもいいのかなというところです。さあそうしましたらですね、今回のメイン最新ブライトン見ていきましょう。監督で登場したのはフェルツナーの監督です。サイドアタックの戦術得意度レベル10の監督になっておりまして、433のね私の大好きなフォーメーションコンボの形してます。まあ、この監督に関しても性能の解説と、あとはですね現環境のトップクラスの監督との比較も詳しくさせていただくので、今回は簡単に触れるにとどめますが、ドリブルパス、スピード、タックル、トラップ、メンタルの 85% 強化です。最近ねやっぱり戦術得意度レベル10でシュートバフがある監督が2連続でねアルゼンチン、スペインと来ていた中で、まあ、若干抑えめの監督にはなってるかなと思います。で、所持フォーメーションコンボがですね、発動時にピッチ上にいるブライトンの選手1人当たり 3% 強化が入るので、まあ、今回ですね比較的皆さんの大好きな選手が揃ってるんじゃないかなと思うので、選手の方も楽しみに見ていきましょう。若干ねフォメコン組む難易度は高めかな。テクニコ右ライトウィングだね。あと左ウィングのフィニッシャー、DMF にセントラルミッドが必要というような感じです。まあ、センターバックのディフェンスリーダー守護神はそこまでかもしれませんが、まあ、なんか簡単に組めるってほどではないのかなは思っております。で、新しく登場したのがこちらですね。星5確率なんと 15% レベルマックスで出てきます。ブライトン最新ガチャですね。今回のガチャ 15% もいいところなんですが、 15% で11人全員揃います。これも嬉しいね。で、三笘薫選手は特徴5つ持ちだったり、ヤンクバ・ミンテ選手が新エリア特徴、ジョアン・ペドロ選手ね、私ジョアン・ペドロめちゃめちゃ好きなんですけど、こちらがオフェンスキーマン、そしてカルロス・バレバがセンターのレーン特徴、アダム・ウェブスターがバンディエラ特徴を持っております。まあ、他の選手もね優秀な特徴を持っているんですが、このいわゆるオレンジ色のね特殊特徴って私がいつも言ってるやつですが、こちらを持ってる選手が多数いるのも今回のガチャの魅力ですね。マックスの総合値は 15,509 と若干低めかもしれませんが、三笘選手なんかはチェーンドリブル持っているので、まあ、正直 15,509 の中では最強、 17,500 と比較するとちょっと劣るかもしれませんが、それでもドリブル SS、 シュート SS、 パス SA と文句のつけどころがない性能なので、ブライトンファンの方はね待望の内容になってるんじゃないかなと思います。ってことで明日はですねこのブライトンガチャの選手たちをより詳しくね見ていきたいと思いますので、ぜひそちらの動画もご視聴ください。
ここまでご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。